明治大学、明治大学大学院政治経済学研究科、政治経済学部、明治大学政治経済学部は、政治経済学を教育研究するために、明治大学に置かれる学部である。明治大学大学院政治経済学研究科は、上級学位を収めるために置かれた、政治経済学を研究する、大学院研究科である。 政治経済学部3.4年次キャンパス及び大学院が置かれるリバーティタワー小林牛サブロ1920年4月、明治大学は大学令によって昇格を果たしたものの、この時政治経済科の学部昇格は見送られ、どうかは法学部と小学部に分属されることになった。もともと明大の整形科は学生数が少なく学科としての独自性に乏しかった上に、 学部として成立するための教託金調達の見通しが立たなかったためであった。それに対して法学部政治学科の学生や卒業生を中心として政治経済学部の独立運動が起こる。大学当局は政権の独立に消極的だったが国庫に納付すべき教託金10万円を4カ年で分納することが承認されたこともあって、 政治経済学部は1925年7月28日に設置認可、同年9月に開校となった。2002年に地域行政学科を設置。2008年度にはカリキュラム改定により、ゼミ指導型コース制を導入。3、4年時の科目選択の目安として、4つのコースを設け、さらにそれを区分して、それぞれ3つずつの科目パッケージを配置している。 学生は、ゼミの担当教員の指導に基づいて、自身の研究テーマにふさわしいコース並びに、科目パッケージを選ぶ。ジャーナリスト育成プログラムがあり、基礎マスコミ研究室では、現役ジャーナリストによる講義、演習等が行われている。留学も含めて4年間での卒業が可能な、ダブルディグリープログラムなども設置されている。ACE を設け、 トーイックなども全学生が大学で受験可能である。明治大学百年史、第三巻通詞編、1、839から845ページ。明治大学百年史、第三巻通詞編、1、848から857ページ。基礎マスコミ研究室。この騒動を主導したのは、法学部政治学科の学生たちであった。明治大学用語集30選。 知ってたこれであなたも、明治通 a b c 2 0 2 0年度、政治経済学部調ばスリ州の手引き、ありがとうございます。